急行っちゃったなぁ。まあ結局同じ列車に乗るわけだし安く済んだと思うのぜ。あ、暴走のビーチクイーンゆっくり霊夢です。まんじゅうの魔法使いゆっくりマリサだぜ。みんなこの霊夢ちゃんのセクシーショットを待っているんだから、どこの海水浴場かわからないけど早く海に行きましょう。まあまだ次の列車が来るまで少し時間もあるしね。まずは挨拶しないとな。そうそう、それじゃよろしくね。ゆっくりしていってね。反対側にはクルリ専用の機配130系がいるわね。オールロングトイレなしの100番台ね。乗車電話上総一の宮行きだな。さてさてどこまで行くのかしらね。編集時に調べたらこれって80番台に編成のうち R12 編成だったわ。違いはどこなんだ。床下に線路モニタリング装置を搭載してるのよ。で、どこまで乗るのかしら。目的停車駅にも乗務員室から遠い方にあるのよね。線路モニタリング機器を床下に搭載した結果、ブレた機器を車内に搭載しているの。どこなんだぜ。うく主の後ろ。これかい。まあ少し窮屈なのは否めないわね。ねえ、どこで降りるのかしら。発車したのぜ。ああ、そういえばどこで降りるか言ってなかったわね。なんだって。おいおい、誰も海水浴に行くなんて言ってないのぜ。私もマリサも眺めるとは言っていたけれど、なんか薄々感づいてきたんだけど、今回の旅ってひょっとして大回りかしら。その通りね。前回目くらましのためだけに特急に乗ったのね。少し早く家を出れば総務快速でよかったんだぜ。またそこの紫もやしにやられたわけね。霊夢、旅に出ようや。うるさいわ。お客様のご協力をお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様は次から手すりにおつかまってください。次は起立です。 This is a Sotomo Line train for Kansai Station. This train is stop on one driver. The next station isワンマン名物の自動音声が心に響くわね。何一言みたいな態度取ってんのよ。いやーねんごめんご。でも前回あれだけ眺めるって強調してたのにな。まあ徹夜で30時間以上乗り回すわけじゃないし、こうなったら気に変えていくしかないわね。そもそもこのうつ虫バリア中のたまり場に突貫するわけないしね。木更津を出た時点で結構乗車してるな。特急停車駅以外にもスポットあるでしょうしね。まずはお隣の秘密に到着ね。総武線快速はここまで乗り入れるのぜ。電子レンジの1000番台がいるわね。これまだ乗車したことないのよね。グリーン車の前席にコンセントがついてるなんて太っ腹だわ。さて、内房線はここから赤子川までずっと単線ね。ってことは対比待ちも多そうだな。まあ日中は毎時1本だからそれほど待つことないでしょ。でも隣の青堀で早速交換待ちあるのよね。まあここで発生したなら当分ないでしょ。しばらく待ってたら木更津行きの E131 がやってきたな。ご案内いたします。遅れておりました残り電車青堀駅に到着しております。この電車は信号が青に変わりますとすぐの発車となります。ご乗車のままでお待ちください。本日は電車遅れまして申し訳ございません。いきなり対向の遅れの影響を受けちゃったわね。まあ急ぐわけでもないし、上総一の宮までにどこまで回復するかな。動いた。結局どのくらい遅延するのかしら。青堀駅に行きまして、上り電車と交換を行いましたため、この電車2分ほど遅れて青堀駅を発車しております。本日は電車遅れまして申し訳ございません。次は大関です。降り口は右側です。2分で済んだので、ここから先に影響あるのか。全くないわね。だんだん右に近づいていくわね。大関駅
町駅と停車していって。港までやってきたわ。ここからしばらく海が見えたり見えなかったりするわね。ここは上総湊港だな。駅からもそこそこ近い釣り場としても有名よ。青い空、青い海、こんな時あなたがいてくれたら。またかなぁ。おちゃめな冗談はさておき、海を見ていると6分の1を歌いたくなるので。何にもなかった頃から地球は回り続けているわよ。飛び切りができなくたって陽気な笑顔のまんじゅうとまだ乗り切れるわね。竹岡ラーメンで有名な竹岡よ。ラーメン食うにゃ上総湊の方が便利らしいぞ。停車するわね。東京湾フェリーで横須賀に出ることもできるのぜ。千葉県最西端の駅でもあるわ。この路線今日は駅舎側に向かってるわね。ここ浜金谷でも交換待ちだぜ。南房総はこの水玉野郎の天下ねえ。さあさあ先を急ぐのぜ。まだ全行程の3分の1以下だものね。まあこれっぽっちも急ぐ必要ないけど。平日に1本だけ京葉線直通の通勤快速があるけど、あれは上総湊始発だし、昔は長い編成の列車が房総半島を駆け巡っていたのかな。お隣の阿波勝山駅も。この岩井駅も11両だよね。南房総市に入ったのぜ。南房総市は立山市を囲う形になってるわね。大雑把に分けると立山を挟んで内房側が富浦で外房側が千倉だな。その囲まれた立山市に入って那古船方駅に到着よ。目の前のフェンスの向こうはもともと91番線だったわね。今は駅舎につながる通路になってんな。まもなく立山お出口は左側です。ようやく立山に到着するのね。立山といえば里見氏の拠点だったな。大昔の野望だとあっという間に北条に飲まれてたわね。南宋里見八犬伝でも有名なのぜ。君はほえほえ娘。それはアイドル発見でね。立山駅に到着よ。南房総の商業や観光の中心ね。1号線はここから進路を東に取るのぜ。あ、南房総ではめっきり絶滅危惧種の散るの。そこまでかな。少しの間海とも別れね。千倉までは内陸部を走行するからね。この列車は外房線直通羽田市の宮です。この場合になるので、
は入れ替わってるな。地元の方々は比較的短距離の利用で降りちゃうしね。今までとは車窓が一変したな。列車はここの駅に到着するわね。向こうのホームさびれてんな。もともと相対式の2面2線だったけど2021年に線路も撤去されたわ。枕木だけ残ってるのぜ。南房総市に再度入って千倉駅よ。新宿さざ波ってここまで来る時もあるんだよな。千葉県および関東地方の最南端の駅よ。原作とアニメで描く設定が違ってたわねー。どこのカラスマさんだ。南原駅ね。南三原じゃないからな。でも駅名の由来の旧南三原村は南三原なのよね。乗車時間的にもちょうど半分くらいだな。あと半分もしっかり実況していきましょう。まあまだ内房線なんだけどね。観光地だからな。外房線、八田市の宮行きワンマンカーです。この列車には優先席がありました。優先席を必要とされるお客様がいます。
は手すりにおつかまりください。次はアワーナス、アワーナスです。 This is a Sotoro Line train for Kansai Jinja. This train is stopped on one track. The next station is アワーナス. There are five seats post-tall. Please offer your seat to those who think you need it. If any guests before the train comes up to prevent an accident, so please be carefulさて、ここからは外房線ね。上総一ノ宮までの間にも副線区間が一部あるわね。この西洋風というかメル線な建物は何なのぜ。鴨川市立阿波東中学校ね。これ中学校だったのね。阿波松に到着するわよ。全線じゃないんだな。阿松という地名だからね。どうでもいいけど甘栗食べたい。の最寄り駅だせな。話にあったタイの裏はここが最寄りよ。温泉もあるわよ。次は鍋川アイランド。鍋川アイランド。そういえば次はあの駅だったわね。鍋川アイランドか。鴨川シーワールドが1970年に開業するまでは南房総市のレジャー施設だったしね。しかし偉い山の中を爆走してくるぜ。昔は観光客が鍋川アイランドを目指して山の中を突き進んでいたので、御宿ね。
つい最近まで緑の窓口が営業してたみたいだぜ。今はなくなっちゃったわ。若潮前列車も停車するのにねー。何はじゃなくて波花ね。ここと帝は8両までしか対応できないぜ。まあやってくるのはほぼワンマンばかり。本気になったら、やめろ。いすみ鉄道いすみ線との乗り換え駅よ。元は木原線だったのぜ。大原から木更津まで結ぶはずが上総中野で力尽きた路線ね。まあ小湊鉄道もあるしな。大原では7分停車するわ。ようやく発車だぜ。52型をモデルにしたいすみ350型かしら。今度はこいつで房総半島を横断したいな。外房線の駅の中で8両対応かつ房線駅の帝ね。8両対応は他に波花、房線駅は滑川アイランドね。長者町に到着よ。ベタだけど金持ちいっぱいいるのかな。ここから虎見駅までは再び伏線区間になるわね。確かに伏線だな。大東といえばやっぱり吹き替え会よね。エレベーターアクションだろ。竹島の挑戦状。まあここは大東駅だけどな。伏線って素晴らしい。単線より速い。なんだかんだでモザイクに頼るぐらいには周辺客がいたわね。手前だけは人目立ってたんでな。出番があって本能でしょう。マムシが出そうな虎見駅ね。力先生にもそんな記述があったのぜ。マムシ注意の看板があるらしいわね。虎見から終点の上総一宮までの区間が外房線最後の単線区間ね。ワンコかわいいよワンコ。終点上総一宮に向けて最後の爆走ね。このゆるたまのようにも3時間近く乗車してたんだな。次は中央でも来るのかしら。まもなく終点上総一宮、上総一宮。お出口は左側です。降りの際は電車が止まってからドア横のボタンを押してください。お忘れ物、落とし物のない手をご注意ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。また同じルートで木更津に戻るんだな。頑張りなさいね。やってくるのは京葉線直通の快速ね。海浜幕張までは各駅停車なのぜ。私たちは大回りだから大網で降りなきゃね。実質各駅停車よね。暑いからさっさと車内で涼むのぜ。当たり前だけど車内は見慣れたロングシート。硬いロングシート。お前はだらしないケツしてるからちょうど引き締まっていいんじゃないか。失礼しちゃうわね。こういうのが好みの殿方もいるからいいのよ。それうく主のことじゃない。とりあえずもう発車してるのぜ。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は京葉線直通快速東京行きです。停車駅は海浜幕張までの各駅と南船橋、新浦安、舞浜、新木場、八丁堀、東京です。次は安住です。The Keio Line Rapid Service Train for Tokyo. The next station is Yatsumi. ここからはずっと伏線だな。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。京葉線周り快速の東京駅です。ただいま前を走りまして特急列車が遅れておりました。そのためこの列車は上総一宮駅に遅れました。本日列車遅れまして申し訳ありません。担当車掌がそのままゆっくり来ていただきます。こいつの前の若潮が遅れてたから煽り送ったわね。次の乗り換えは大丈夫なのか。20分ぐらいあるから問題ないわね。九十
十九里平野の田園地帯を通勤型の E233 が駆け抜ける。まさにオツね。ぜひぜひ。千葉県唯一の村長生村にある安住駅ね。でも隣の一宮よりも人口が多いのぜ。東京都市圏の中で三千と輝く村。ここから都心に通勤するお客さんもそれなりに多そうね。に上総市の宮まで直通するのはでかいのぜ。以前は阿賀川で待たされたりしたからね。大回りだと改札内に監禁状態だから何もないと辛いのよね。都心なら駅中でも時間潰せるんだけどな。まあ安く旅行ができるんだからそれぐらいのデメリットは許容しないとね。さあ次回は東金線ね。東金の君大音量のミッションブローが鳴り響く。著作権とか面倒いから流さないわよ。まそりゃそうか。いい加減そろそろ閉めるのぜ。それもそうね。かわいい霊夢ちゃんのためにもチャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いするのぜ。それではまた次回。ご視聴ありがとうございました。